今日もゆっくりダイエットしてますか？藤田です。今回は腎臓が悪い時に出る危険な5つの症状を紹介します。整体師に腎臓のことわからないでしょ？ただ僕は理学療法士として腹膜透析をしている方のリハビリをしてきた経験や、整体のお客様の中にはそれ今すぐ病院受診してとお伝えをした後、腎機能が悪化していて早めに対策を取れた方もいるんです。なのでこの動画の中では、人工透析になって週何回も病院に通わなくてもいいように、ちゃんと医学的科学的に根拠があるものとして、腎臓が悪くなった時に出る危険な5つの症状と、動画の後半では寝る前1杯飲むだけで腎機能低下を抑制する神ドリンクを紹介していきます。なのでぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは早速内容に入っていきましょう。それではまず、腎臓が悪い時に出る危険な5つの症状。1つ目、むくみ。むくみは余分な水分が体に溜まっている状態なんです。腎臓というのは血液をろ過してくれる装置のことです。なのでうまくろ過できてない、ろ過する素材が多すぎると処理できなくなって体に老廃物として溜まってむくんでしまいます。この状態は台風の時の河川敷と同じなんです。水がたくさん流れている状態なんだけど、その中にはゴミや木がいっぱいありますよね。そのままだと海へ流れていかなかったり途中で詰まってしまう、河川敷が氾濫する原因になりますよね。この河川敷が氾濫していることが体がむくんでいる状態と同じなんです。じゃあむくんでたらもう腎臓悪いの？確かに負担はかかっている状態なんだけど、塩分の取りすぎや食べすぎでも起こってくるのがこのむくみなんです。なのでそれが暴飲暴食から来たむくみなのか、腎臓の機能が低下している状態なのかを簡単に検査する方法を紹介します。ふくらはぎの足首に近い部分を10秒間押してそのまま手を離してみてください。へこんだままでなかなか戻ってこないよっていう方は、腎臓の機能が低下している可能性が高いんです。なので1つ目はむくみ、2つ目夜間頻尿。夜間頻尿は横になって寝るからおしっこの回数が増えてきます。腎臓はちょうど腰の部分にあるんですが、おしっこを作る装置というのは皆さんご存知の通りだと思います。なので食べたものや血液の中からいらないものを外に出すという役割があります。ただ普段はふくらはぎや足の部分に老廃物が溜まっているんだけど、寝ることで老廃物が一気に腎臓に流れてきてトイレの回数が増えてくるんです。これはペットボトルのお水と一緒、縦にしているとお水は下に溜まってるんだけど、これを横にすると下に水が溜まっていきますよね。腎臓の部分がちょうどお腰の部分なので、縦にしている時には感じないんだけど、横になることによって一気に老廃物が流れてくるのでおしっこを作り始めてしまうんです。じゃあおしっこの回数多ければやばいの？確かに腎臓に問題があるのかもしれないんですが、お酒を飲む習慣があったりダイエットの初期でもこのような頻尿は起こりやすいんです。なので具体的には1日8回から10回以上トイレに行く、夜2回以上トイレに起きる状態は腎臓の機能が低下している可能性が高いんです。なので2つ目は夜間頻尿。ここからはもっと進行するとやばい症状が出てきますから、それについて紹介をしていきます。3つ目、貧血。貧血はホルモンバランスの崩れによって起こってきます。腎臓はおしっこを作るだけではないんです。腎臓は赤血球を作る働きを促進するエリスロポエチンというホルモンを分泌します。ただし腎臓の機能が低下するとこのホルモンが十分に分泌することができなくなってしまうため、赤血球が足りなくなるんです。赤血球自体は全身に酸素を運ぶ役割をしているので、足りなくなってくると腎性貧血となるんです。この赤血球は台風の後の河川敷を直すショベルカーと同じなんです。掃除をしたりゴミを取り除こうとしているんだけど、ショベルカー
カーの数が足りないとゴミをいつまで経っても掃除することできないですよね。だから貧血になってしまうとどんどん腎臓の機能が悪化してしまうわけなんです。具体的には腎性貧血になると一般的な貧血と同様に動悸や息切れ、めまい、立ちくらみなどの症状が現れてきますが、貧血自体は徐々に進行するため気づかないこともあるんです。なので具体的に自分でチェックする方法を紹介します。それは目の下の色を確認してみてください。この目の下の色が今僕の状態は赤いと思うんですが、これがどんどん白くなっていくと貧血の疑いがあります。なので3つ目は貧血、4つ目はかゆみ、これは老廃物がうまく排出できていません。腎臓は体の中のゴミを掃除してくれる臓器でしたよね。だけど腎臓がどんどん悪くなってしまうと、その老廃物が血液中や皮膚に溜まっていきます。この現象は腎臓の機能が高度に低下した時に透析患者さんに多く見られるんです。なのでちゃんと保湿を行っているのに慢性的に治らないかゆみは必ず病院を受診してください。なので4つ目はかゆみ、5つ目はだるさ、尿毒症の可能性があります。だるさは末期の腎不全でよく認められる症状の一つです。これは腎不全によって貧血がより進行していた時や、また体の体液っていうのが過剰になって心不全などが悪化した時、様々な要因によってこのだるさが生じてきます。なのでこのだるさが慢性的にずっと続く状態は末期の腎不全の症状である可能性が高く、透析を検討する時期でもあることが多いので、よく寝ても何をしてもだるさが抜けないっていう方は早めに病院を受診してください。ではこんな症状がある中で、そんな腎機能低下をできるだけ日常的に阻止するために飲むべき飲み物を紹介していきます。寝る前一杯飲むだけで腎機能低下を抑制する神ドリンク、それはレモン水。ただ寝る前に水を飲むだけでも十分効果があるんです。2020年日本の研究では、起きた時と寝る2時間前にペットボトル1本分のお水を飲むだけで腎機能が改善するといった研究があります。この研究では普段の生活に加えてペットボトル 550ml を朝起きた時に1本、寝る2時間前に1本、約1リットルを12週間継続的に摂取してもらったところ、血圧の低下、体温の上昇、腎機能低下を抑制するデトックス効果があったということが分かっています。これは水分をたくさん取ったことによって血液がサラサラになって血管の圧を低下させたり、血液が末端まで流れやすくなったことによって体温が上昇したり貧血が改善する、それに余分な老廃物っていうのが体から出やすくなったことによって腎臓が頑張らずにデトックス効果が得られるようになったということなんです。ただそんなに水の量飲めないよ。確かにいきなり1リットル以上増やすってなると大変ですよね。なのでそんな時にコップ1杯のレモン水がおすすめなんです。このレモン水の効果っていうのはビタミン C を摂取できることがいいことなんです。腎臓の機能が悪化する要因とすれば高血圧、高コレステロール、喫煙、塩分の摂りすぎ、ビタミン C 不足と言われています。なのでレモン水を摂取することによって血圧が安定したり食欲を抑制したりデトックス効果が高いということなんです。ただ飲みすぎてしまうとレモンに含まれるクエン酸が食欲を上げすぎてしまって食べすぎてしまうという逆効果を起こしてしまう可能性もありますから、レモン水を作る際にはだいたい唐揚げなどの揚げ物についているレモンぐらいの大きさや、ポッカレモン大さじ1杯程度を入れて寝る前に1杯飲むようにしてみてください。それもたくさん最初から飲もうとすると僕たちは習慣にならないということも分かっています。コップ1杯のお水を必ず飲むようにしようという習慣には66日も日数がかかるというふうに言われていますから、少しずつ量を増やしてみましょう。またこの動画で足りない点があればコメント欄で教えてください。それではまた明日。バイバイ。